吉田豊彦吉田豊彦11月1日昭和26年1月10日は日本の陸軍軍人陸軍省兵器局長陸軍造兵省長,長官陸軍技術本部長等を歴任し階級は陸軍大将軍一等校4級に至る軍を退いてからは日本製鉄取締役や満州電業社長を務める薩摩藩大阪倉屋敷詰 吉田信之助の長男として生まれる。第三高等学校に入学するも中退し、1891年12月士官候補生となり1892年11月陸軍士官学校に入校する。1894年7月27日優等で卒業し、同年9月18日陸軍砲兵将尉に任官され、要塞砲兵第一連隊付を命ぜられる。 士官候補生、第五期である吉田の同期には、参謀総長金谷藩三大将、関東軍司令官菱し隆大将、東京警備司令官、岸本四方郎大将がいる。吉田は1895年2月、臨時東京安守備隊付けに移り、同年11月の要塞砲兵、第二連隊第一大隊副官心得を経て1897年1月、 陸軍砲校学校に入校する。同年10月砲兵中尉に進み、同12月在校中のまま、由ら要塞砲兵連隊付けを命ぜられる。砲校学校高等科に進み、1898年12月、高等科第6期を成績優等で卒業する。砲兵、砲兵科の将校は、陸軍大学校に進まない場合が多く、 陸軍方向学校に進み専門技術を学び、成績優秀者には、特に高等科への進級が認められた。高等科の優等卒は、後の昇級で、陸軍大学校の優等卒に準ずる扱いを受けた。方向学校高等科を卒業した吉田は1899年8月、陸軍四歳砲兵射撃学校に入り、同年12月には、 軍事研究のためドイツ駐在員として留学する。1900年11月、砲兵単位に進み、1902年11月基調。帰国をもって、要塞砲兵射撃学校教官に再び、補えされる。1904年5月、工場砲兵司令部員として、日露戦争に出征し、1905年1月、独立重砲兵両団司令部員に移る。 同年3月に帰還し、砲兵少佐に進級し陸軍省、副官権陸軍大臣秘書官に任命される。1906年3月、再度要塞砲兵射撃学校教官に補いされ、1907年3月からアメリカ左県となる。同年6月帰国し、同10月陸軍重砲兵射撃学校共同大隊、長に就任する。1908年12月、 再び陸軍省副官兼陸軍大臣秘書官にき、月、1909年6月、法兵中佐に進み翌年6月、陸軍省軍務局会員に移る。1911年2月イギリスに出張する。帰国後、陸軍省兵器局会員兼軍務局会員を命ぜられる。1915年8月10日、法兵大佐に進み陸軍省兵器局重砲課長を拝命する。 1918年6月6日、兵器局構成課長に移る。翌年の1919 19年1月31日、重砲射撃学校長につき、同年7月25日、陸軍省将に進級する。1921年5月5日、陸軍省兵器局長に就任する。1924年2月4日、陸軍中将に進級し、 陸軍造兵省長官を補いされる。1928年3月8日には、鈴木孝雄中将の後を受けて、陸軍技術本部長に就任する。1930年3月7日、陸軍大将に進み、同年4月22日君一等随法賞受賞。1931年8月1日対名同8月29日予備役編入となる。 軍を退いてからは1934年2月、日本製鉄取締役につき、同年4月29日、軍一等旭日大受賞を受賞する。後に、満州伝業社長や、機械化国防協会長を務める。1951年1月10日公挙。ありがとうございます。